本日は観光機の稽古場からお送りしておりまして、はい、ずんです。あ、どうも、てんぐりおじのずんでゆうです。どうもこんにちは、やすです。どうも主役だよ。やすや、お恥ずかしい。俺が描いたんだよ。似てますよね。俺ね、絵は、絵心はあるのよ。毎年毎日やる時は、イラストは、座長、関根さん描いてくれるじゃないですか。そうそうそう。ちょっと腕上がったんじゃないですか。今回はちょっとね、写実的な感じだからピカソみたいな。だからピカソで言うと、写実的なとこの時代のピカソ、初期の方の初期の方まだ一周してない頃ですね。そうあ、どうもありがとうございます、嬉しい。なんつだってね、観光金ではね、ここ7、8年はもう飯尾はエースだったんだよね。いやそんな、ある観光金ではね、はいはいはい、ところが世間はまださ、はい、まだ飯尾に気づかなかった。そうすか。でここ3、4年気づき始めてね。いやどうしてもね、時差あるのよ。だから芸人たちとか、なんかその鋭い人が、あの人いいよって言ってからね、早い人で1年半あで3年ぐらいかかる。大体袖に集まるって言いますもんね、ネタの時に。そう、売れる 4、5 年前は芸人が、その芸人を注目するっていう。でも飯尾さん、でも冠婚期1回ちょっとやめるかもしれないみたいな時もあったんですよね。20年ぐらい前かな。冠婚期ってとにかく不安だから、いっぱいコント書くわけですよ、で全部やるんですよ、そうするとね、4時間ぐらいになるわけ、それでプロデューサーがそろそろ時間を削っていたら分かりましたって言って、もうこっちはさ、全部やりたいわけ、面白いし、やっちゃったから一番若手だったから、飯尾くんのセリフから削っていくわけよ。27年前ですね。27年ぐらい前だから、そしてさ、それが 3、4 年続いてほとんど喋んないわけよ。そんな、だってセリフがないんだから。そんな時代があるんですよ。それでそれが3年ぐらい続いた時に、俺飯尾がいない時にね、稽古場で、みんなで、ちょっと飯尾くんかわいそうだと、1ヶ月稽古してセリフないぜ卒業してもらおうかって言ったの俺、悪いから。そしたらみんながさ、これ人徳だよ。え、なんすか。え、飯尾に会いたいよ。え、飯尾くんいないと寂しいな。飯尾がいいよって全員が、でもうわーって3分ぐらい、飯尾がいいって、それで俺がもう、じゃあ行ってもらいましょう。嬉しいですね。これはね、助かってますね。これはね、金ちゃんと同じなの。お、大将と同じなの。観光金の大将なのよ。いやちょっと熱くなってきちゃった、プレッシャーで。なぜかというとね、金ちゃんはお笑いはそんなに別にちっちゃい時好きじゃないわけよ。お母さんを楽させてあげたい、お母さんに家を建ててあげたいっていうんで、まず野球選手がいいだろうっていうんで。ああ、そうですね。高収入で中学で野球入ったらすぐ分かったんだって、プロにはなれない。早いな俺の。でも分かるよね。まあ野球は分かりますね。そう、それで俳優だと、で鏡見たら目が垂れてたんで、無理だなって。冷静ですね。そうなの、頭いいからね。それで、あ、お笑いだって言うんで、で黒門町の落語家の文楽さんかな、かなんか見に、家を見に行ったの、で見に行って、その後帰りに清川虹子さんのコメディアンヌの家を見たら、清川さんの家の方が立派だったんだって。あ、稼げんじゃないかって。これで落語家よりもコメディアンだって。でその足でデンスケさんのとこ行った、大宮デンスケさん。そうすると高校1年ぐらいだったのよ。もう弟子なんですか。大宮デンスケさんが、いや金ちゃんね、高校出てから来なさいと。わかりましたって言って、高校出て大宮さんじゃないところにまたね、縁があって入ってったわけよ。そしたら何にも分かんないわけ、基礎がなくて。で舞台立ってもどうしようもないわけよ。もうそれでもうある時呼ばれたんだって、支配人に、師匠と、こういう手紙が来てんだけどっつって、萩本欽一はもう見てられないと、下手でかわいそうだと言われる。すごいな、あんな人出してていいのかっつって。だからどうする君、そしたらもう師匠が、いやちょっと待ってくださいって、私に預からせてくださいっつって。で金ちゃんはその時に、俺スターになるなと思ったんだって。え、なん、こんな、すごい、こんなエピソード。ああ、後々鋼だな、スターになったら使えるなっつって。客観的。それでなんで残ったか知ってる。
返事がいいからなんだって。あ、一緒だ。俺も事務所へ。そう。そうね、川岸さんに来いって言われて。そうそう。川岸さんが、はいはいはい、お前東京じゃ、はい。で、一人で、はい。両親は、はい。公務員、はい、はい。って言ったら、はい、お前は返事がいいな。それで入ったんですよ。入ったんですよ。で、金ちゃんも、もっとさ、昔は本当にもっと細くて可愛くてさ、はい。はいはーいって言ってたわけよ。あずま八郎さんとかさ、もう大先輩がさ、気持ちいいなぁ通る声ですもんね。そうそう、はいはいって、はい、すごいね、また鼻が効いて、先輩が着てさ、服をさ、片付けるわけよ、はい、鼻がいいからさ、これはあずまさんだって言って、これはなんか、あいつはもうそばにいたら役に立つし、返事がいいからやめさせないでくれって小屋主のところに親方が言いに行ったのよ。だから一緒なんだよ。いや、みんなが会いたい。大将と。ありがとうございます。そう。一方その頃清六さんはねえ。要するにもう癒しの存在でいいと。表舞台じゃなくて裏で、まあ、トレーナーみたいなもんだな。精神的な。いいか、あれあの子シアタブル700人ですよね。そう、はいはい、バッチンバチン入ってるんですよ。そうですよ、はい、で僕らなんか大体お笑いの東京の50人から100人、うん、そうです。で、規模で言ったらたまに年間に2、300人の前で出してくれるみたいなのが1、2回あるだけで、かい舞台ですね。その時に楽屋じゃもう気心してる人ですからね。喋んないで700人前になったら、いやいや、そうよ、こんななっちゃって。いや、そう、あれ全然できない。シアターフル緊張しましたね。で、でもそれをさ、やっぱり繰り返し繰り返しやってるとさ、慣れてくるじゃない。ほんで飯尾の味が出てきて、そっからまあ 数十年来て、もうかわいそうだからもう卒業してもらおうかっていう人が大スターになったわけだから。そうね。でも座長のね、アドバイス一回覚えてるんですよ。いいよ、お前さ、楽屋とか喋ってる感じやってみなって言って、相当上がってんのか分からない。それまではさ、天野とか見るからこうやってさ、なんでなんで、もう嬉しいのよ。とんでもないぞ、本当に。だってブルーリボン、いや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 、そう、エンタイ坂上二郎さんも取れなかったんだから。田口先生で、そうですよ、浅い企画でこんな、そうだよ、初ですよね、これ。だからまあこの飯尾和樹スターになりましたをこのサブタイトルに、はい、うん、ただね、一つ心配してるのが、この観光金シアターって中身がひどいじゃない。怒って帰っちゃう人いるんですよ、ひどすぎて、はい、思ったのと違う、ね、そう、エログロみたいな、はい、カップルがオープニングコント見ただけで、そう、不安の彼が彼女を連れてきたんだよ。それで僕とラッキーのチワースって言うんで、もうほんとくだらないコントやったら、もう観光金のね、そのものっていうコントあるんですよ、ラッキーさんとの、もう無理っつって、はい、で男の人追いかけてって待って待って、グローブ座ですよ、グローブ座、うん、新大久保に消えてった、新大久保に消えてった2人、彼は戻ってこなかった。この後しかもやっぱ彼氏さんも気合いしたんでしょうね、うん、いいもの、そうそう、面白い見せたり喜んでもらえた、まあまあど真ん中でいい席。チワースをね、もう後ろの方にしました。トップに持って逃げられないよ、ね、そう、今度はトップは、はい、比較的そういう変なんじゃなくて、初心者向けの、初心要するに皆さんが笑える、はい、面白いやつを、はい、持ってきましたんで、並べてって、そうなんです、はい、